反対の山になって決勝まで勝ち進まないと当たらないんだからさ、日本見なくていいだろ。そうはいきませんよ。サウジアラビアと対戦するのに気になるには日本ですよ。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってね。いや、サウジアラビアに集中しろよ。そんな余裕かましてる場合じゃないだろ。日本の方が大事みたいよ。アジアカップグループリーグの全日程が1月25日で終了し、ベスト16チームが出揃った。韓国代表は最終節マレーシア代表戦で 3-3 のドローに終わり、E組2位通過が確定。決勝トーナメント1回戦ではサウジアラビア代表と対戦する。大会前は優勝候補の一つと目されたチームの現状を、母国メディアが伝えている。優勝候補だよな。だから日本を見てる場合じゃないんすよ。日本もグループステージでは目の前の試合に集中することの大事さを痛感したしね。どうにもフラグにしか見えない。日本はグループステージで負けたけど、逆にそれで良かったかもな。韓国みたいに悪いけど負けなかったことでうやむやになるというか、中途半端なまま行って負けるパターンってかなりあるもん。まあ確実に言えることは日韓ともに目の前の試合に集中しないと、またグループステージみたいなことになるってことね。フォワードソン・フンミン、トッテナムやフォワードイガン・イン・パリ・サンジェルマン、ディフェンスキム・ミンジェ、バイエルン・ミャンヘンなどビッグクラブでプレーする選手を擁する韓国は、大会前は日本とともに優勝候補の一つにも挙げられていた。グループリーグは E 組で初戦バーレーン代表相手に 3-1 で勝利スタートを切ったものの、続く第2戦ヨルダン代表相手に苦戦、2-2 のドローで1勝1分けに。最終節ではすでに敗退が決定しているマレーシア代表と激突したが、勝利目前の後半アディショナルタイム15分に同点ゴールを許し、3-3と2つ目のドローを記録。これによって、韓国のグループ首位通過はなくなり、E 組2位での突破となった。大会前も始まってからもやたら S 級スターを押してたわけだけど、ディフェンスラインやばすぎたな。それに加えて政治系が負傷してしまったからね。何気にこれも大きくて、代わりのキーパーは足元も危ういし、日本のこと言えんやろって思ったわ。この辺ってサウジアラビア相手にはごまかしが効かないからな。楽しみだ。韓国のサッカー専門サイトインターフットボールはこの結果を受けて優勝候補という言葉はもはや無意味に、韓国の準々決勝進出確率は52、優勝候補5番目に転落と嘆き節で報じている。十分高いと思うけどね。そもそもこの手の確率なんかどうでもいいんだけど。同メディアはデータ分析会社オクタの算出した数値を引用しつつ、ラウンド16の試合リストの中で、最も緊迫した試合は韓国対サウジアラビアだ。韓国の準々決勝進出率は 52.7。サウジアラビアは 47.3 だったと厳しいトーナメント初戦になることを伝えた。何の驚きもないというか、普通に考えてそうよね。大会前からこのカードどうなる？って予想したら同じくらいになると思う。韓国とサウジアラビアは大差ないもんな。それだけに私たちも予想が難しい。個人的にはサウジアラビア勝利かなとは思うが、かなり意見が割れるだろう。確率関係なくこのカードになれば、そりゃ厳しい試合になるのは当然よね。またオプタが大会前に算出した優勝確率では韓国が 14.8 の2位だったが、グループステージを終えて墜落と、現在韓国の優勝確率は11の5番目となっているという。同時に一方日本は 18.2 の優勝確率で依然として1位とその差を指摘していた。しっかりと日本との比較は忘れないところはさすがですね。というかこんな優勝確率で順位落ちたことがショックなのか？よくわからんな。やっぱりこういうのって数値化されるから見下しとかそういうのに使いやすいんじゃないかしら。ランキングとかもやたら好きだもんな。順位が下がるということは見下すどころか自尊心を傷つけられたようなものってことか。こんなのただの確率でしかないんだけどね。日本がイラクに負けて、韓国がマレーシアと引き分けること予想できた確率どのくらいよ？結局確率は確率でしかなく、実際どうなるかわからないし、その実際が大事なわけだよな。そうよね。確率が下がったところで実際の試合で勝てばいいだけだし、周りからどう見られるか？ってのも気になるんだろうな。そもそも日本より下というのが気に食わないのに、2位から5位に転落では恥ずかしく感じてるんだろう。言われなければ誰も知らない確率なんだけどね。自ら大騒ぎして恥を晒す。そもそもこんなの恥でもなんでもないけど。確率見て悲観してる暇あるならもう少し危機感持った方が良くないか？一応危機感報道もあったりはするわ。史上最多5度目のアジア制覇を目指す森保ジャパン。目下、カタールで開催中のアジアカップに参戦中のチームは、辛くも決勝トーナメント進出を決めた。日本代表は、現地時間1月24日に行われたグループリーグ最終節のインドネシア代表戦で 3-1 と快勝。第2節のイラク戦での敗北 1-2 によって発生した嫌な空気を跳ねのけ、ひとまず安心といったところか。本当にひとまずグループステージ突破は安心したけど、内容を考えると決勝トーナメントへ危機感しかない。大会を振り返った時に、グループステージで苦戦しといてよかったとなるようにしてほしいわね。無論、ここから先の戦いは負ければ終わりの一発勝負。争いはより熾烈を極める。優勝の筆頭候補とされ、大会前の下馬評も高かった日本は、ベスト16で FIFA ランク86位と格下のバーレーン代表を対戦するが、油断は禁物。
韓国、ヨルダン、インドネシアと同居したグループ E を首位通過してきた彼らの自力は侮れない。グループステージで油断はダメだって思い知らされたからな。トーナメントに対する緊張感が否応なしに高まる中、隣国では日本に対する警戒が強まっている。韓国メディアマイデイリーは中東での大会で、日中間はすっかり恥をかかされたと銘打った記事を掲載。本当に恥って表現好きよね。日本の恥と韓国の恥って根本的に違うよな。別に苦戦したり負けることを日本では恥と思わないが、韓国では恥。結局周りの目が気になるんだろう。日本での恥って他人に迷惑かけるような常識のないことをした時くらいだもんね。そう、まさにどこかの国のように。中東勢に手を焼いている感が否めない東アジア勢の苦戦ぶりを伝えた上で、日本についてイラク 2-1 で敗れた日本は、早々に大会から脱落する危機に陥った。彼らはベトナム 2-4、インドネシアを 3-1 で下したが、アジアのレベルにないと言われた名声は満たされなかったと分析した。この報道でいかに韓国が他国からどう思われるかを過剰に気にしてることがわかるよな。日本からするとピンとこないわね。また、母国代表についても常に遅れを取っていたと酷評した同メディアは、9カ国の中東勢が残っている決勝トーナメントについて、こう論じている。韓国と日本は共にグループで中東勢に首位の座を明け渡した。彼らの地の利を客観的な戦力差でカバーできると自信を深めていたが、現実は思った以上に冷酷だった。ライバル国の想像以上の競争力を見せつけられ、プライドも傷つけられた。偶然にも両国は16強で再び中東のチームと対戦する。グループで惨敗を経験した彼らがここで優勝候補の面目を果たせるかが注目される。全くの油断も許されない戦いの中で、周囲からのプレッシャーも強まっている。今まさに森保ジャパンの真価が問われている。毎回思うけど韓国は何のためにアジアカップに参加してるんだ？ワールドカップとかでも感じる部分なんだけど、面目を果たせるか？そこなの？強烈な違和感があるわよね。プライドが傷つけられた、恥をかかされた、面目を果たせるか。そこじゃないわよね。アジアカップは優勝を目指してやってるわけで、そこに恥ずかしいとかそういうのってないよな。他国が何言おうと知らないわよね。それどころじゃないし。確かにグループステージは苦戦したけど、恥ずかしいとか思う暇もないわ。前に進むしかないわけだし。韓国って目標を見失ってる時あまりにも多すぎるよな。恥をかきたくないなら大会に参加しなければいいと思うけど、そうすれば負けることもないんだから。日中韓がまるで同じように言ってるけど、韓国の場合はお前らは恥だってメディアからサポーターから袋叩きにするからね。それはとてつもないプレッシャーとなって選手たちに悪影響を与えてると思う。このアジアカップに限らず、恥というのは別なところで感じてほしいな。普段の言動から。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。オーミーポー。